地震か？いや、違うな。あの山みてえなシルエットに見覚えがねえか。なんなのよあいつ。いくらなんでも大きすぎるわ。みんな気をつけて。あれはドン・キホーテファミリーの最高幹部ピーカだよ。お前が麦わらのルフィか。さあ、我がファミリーに立てつく者たちは俺が相手に。相変わらず声だけ。やめろルフィ、挑発すんな。なんてさ、似合わねあんな化け物と戦って大丈夫なの？構やしねえよ。見たところあの時と何も変わっちゃいねえ。こいつのことはよく覚えてる。切り替えのある相手だったぜ。あいつ、どこ行った？サプラの野郎は岩の中だ。気をつけろ。みんな行けるよな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットガタリング。まだだ。俺の方はいつでもいいぞ。三刀流奥義一大三千大戦世界。見せてやりましょう、あたしたちの力。待ちなさい。一人10万よ。幸せパンチ。あれだって失敗ぐらいするわよ。行くぞ。俺についてこい。腹が減って力が出ねえ。ありがとう、ウソップ。悪いようにはしねえ。竜爽拳、竜の勇気。やりやがったな。ウェザーエッグ、生まれておいで雷ちゃん。サンダーブリード剣法。行くぞ。ヒラフォース。うー、ゴムゴムのテオバズーカー。やるぞ。覚悟しろ。そっちか。邪魔だ。
っと出てきたな。姿を見せたな。お前が相手か。よし来い。きっちり肩をつけるとするか。くらえ。企んでやがるな。いけるか。それで勝ったつもりか。なんで私なのよ。ミラージュ。グリーンの多彩性見つけよ。これでどうだ。ガンマライフ。消えろ。行くぞ。調子に乗るなよ。なかなかやるな。三刀流奥義一大三千大戦世界。それに勝ったつもりか。つぶれろ。まずいわね。こいつ強いわ。ミラージュ。いけるか。これか。悪い、助かった。お、俺から行く。こいつで。ありがとう、ウソップ。竜槽剣竜の勇気。シャンブルズ。切り替えがありそうだ。三刀流奥義一大三千大戦世界。お前みてえな石ころに用はねえよ。道を開けろ、ソプラノ野郎。あいつの声、やっぱ高えな。目指すは世界一の大剣豪だ。この力があれば大事なもんだって守れる。ようやく感覚が戻ってきたぜ。力が戻ってきました。ファミリーの最高幹部、あのピーカを倒すなんて。感心するのはまだ早い。そいつはドフラミンゴを倒してからだ。あなた本当に必死なのね。当然だ。コラさんは死の病に侵されていた俺を救ってくれた恩人だ。そしてそんなコラさんが止めようとしていたのが実の兄のドフラミンゴだったんだ。え、家族なのに止めようとしたの？しかも最高幹部だったのよね。家族だからだ。けど結局コラさんは引き金を引けなかった。優しすぎたんだあの人は。行くぞ、あいつの場所までもう少しだ。家族を止めようとしたコラソン。
ローはその思いを受け継いでいるのね。道はないようだが、大きな棘の先端まで行ってくる。もっとっと、おいおい、こんなところを登るのかよ。他に道はなさそうだしな。よし、登るぞ。こっちに行くと元の場所に戻っちまうんじゃねえのか。はっ、よっ。でもどうしよう。この上が王宮だ。この場所は、
うした？レベッカ。ここにはお母様のお墓があるの。お母様はとても優しい人だったわ。私たちはこのひまわり畑で育てた花を売って生活していたの。決して裕福とは言えなかったけど、とても幸せだった。だけどあの日、私はドン・キホーテファミリーにお母様を奪われた。ドン・キホーテファミリーに母親を殺されたレベッカは、おもちゃ片足の兵隊に育てられた。しかし民衆を裏切った戦王の孫であると知られた彼女は逮捕され、コロシアムに囚われてしまう。以来コロシアムの当主として国民の嘲笑と罵声にさらされる辛い日々を送っていたのだ。それが麦わら屋の言っていた箱か。悪魔の実の能力か。みんなの言う悪魔の実が何なのかわからないけど、違うと思うわ。その妙な箱で他人の心を覗き見る、あまりいい趣味とは言えねえな。どこであいつらと仲間になった？ドレスローザに来るまで麦わら屋の船にお前はいなかった。そんなことあなたに説明するつもりはないわ。油断するなよ。これで全員か。俺も随分と舐められたもんだ。ドフラミンゴ、お前覚悟はできてんだろうな。どういうことだ。ドフラミンゴが二人いやがる。片方は分身糸人形だ。だが気をつけろ、どちらかは本物だ。洋上戦争からここまでよく生き延びてここまで来たな、麦わらのルフィ。だが悪運もここで終わり、お前もお前の仲間たちも全てだ。お前を倒す算段はつけてきた。必殺キルトリマシ。まだだ。勝負は勝つか死ぬか。ルーム。
ャンブルズ。やりやがったな。いいだろう、この美剣ブルーバード。やりやがったな。俺がやる。おいお前、おろしちまうぞ。ディアブルジャンブビアンキュイグレラシャッター。ものすがき、やりやがったな。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。利剣ブルーバード。俺がやる。冷静さをかけば命を落とすと思え。雲のすがき、どうした来い。その程度だ。ディアブルジャンブボアルアフレールスペクトゴシュート反撃に出るぞ。お前を倒す三段はつけてきた。必殺緑星ドクロ爆発そう。任せろ。俺がやる。効かねえな。これを。能力は使いようだ。ディアブルジャンブビアンキュイグレラシャット。よしシュート。まだまだ。トップグリーンの多彩性止まんねえから。どうした来い。僕が本気を出しても構わない相手だといいんだ。美剣ブルーバード。まだだ。シャンブルズ。まだだ。待ってろ。悪い。いいだろう、このデュランダルを解くとは。利剣ブルーバード。まだだ。クラエスト。今行く。ディアブルジャンブフランバージュシャット。晩飯は何を食わせてやるか。
張られたらおもちゃに変えられちまう。二つ同時か。だが今はやるしかねえようだな。ルーン、シャンブルズ。ロシ。麦わら。くしょー。これだけは二度もやりたくなかったが。あなた、長花。ただばばすかだ。ドフラミンゴ。息の根を止めてやるよ。くそ。お前はまさか。生きてるはずがねえ。俺はこの手でお前を殺した。コラさん、バカな。コラさんだと。これはお前が。ごめんなさい、わざとではないの。こんなこと初めてで、私でも抑えられなくて。あなたの思いが私の力に共鳴して、自然と。誰の能力だ、いまいましい。くたばった後も俺の邪魔をしに来やがるとはな。物分かりの悪い弟を持つと苦労するぜ。いいだろう。一度も二度も変わらねえ。また俺が殺してやる。そこにいるコラさんも所詮はまがいもの。そんなもので、この俺を止められるとでも思ってやがるのか。いや、お前を止めるのはコラさんじゃない。俺は優しいコラさんがあの日引けなかった引き金を代わって引きに来たんだ。なるほど、そりゃ泣ける話だ。だが、かつてコラソンが命がけでお前を救ったことも、お前の今までの行動も、全てが無駄だったと思い知らせてやる。さらよ。罰の聖なる教団、ロッドスレッド。まずいわね。いやね、手強いわね。みんな気をつけて。ミルフルール、ギガンテスコマーノスタンプ。生きるか死ぬか、命の瀬戸際だ。踏ん張れ。冷静さをかけば命を落とすと思い。ルーム、ガンマライフ。さすがサンジね、ありがとう。俺できる男ですから。
よし、ヒート！踏ん張りどころだ。これは気を抜けなそう。ミルフルールヒガンテスコマーノスパンク。こんなところでつまずくわけにはいかねえんだ。必ずチャンスは来る。それを逃すな。やる。支援フルールデルフィニウム。シャンブルス、くらえ。雲の巣がき。勝負は勝つか死ぬかだ、シャンブルズ。能力は使いようだ。思い出せ。なんで俺があんな目に。ヘルメモリーズ。コラさん、奴にとどめを刺すぞ。コラさん、終わりだ、ドフラミンゴ。偽物だったのか。待て、待ってくれ、コラさん。あんたに救われて俺は生きてる。病気は治った。あんたがくれたオペオペの力でだ。俺はずっとあんたに礼が言いたかった。ありがとう。お前、どんな能力なんだ。ごめんなさい、私、余計な。いや、礼を言う。コラさんと会わせてくれて。レベッカ、大丈夫？顔色が良くねえぞ。少し休んでろ。ドフラミンゴの野郎に糸で無理やり操られてたからな。この先はドフラミンゴの王宮。あいつはこちらの動向を監視してるはずだ。ああ、待ち構えてやがる。俺が必ずドフラミンゴをぶっ飛ばすから。お前はここで待ってろ。うん、わかった。キャベツ、レベッカを頼む。いいだろう。ここは僕が引き受けよう。急げ。鳥かごも閉じてきている。君たちの戦いを誰にも邪魔させない。ドフラミンゴの討伐は君たちに任せた。ここは僕の舞台だ。さあ行け。ああ、わかった。
はあいつに任せて、俺たちは上だ。俺が上で入れ替える。お前たちはここで待て。俺は自分で行く。悪いな、ルフィは昔からこうだ。群れるのは弱者の習性か。一応聞いておこうか。万が一ってこともある。お前たちここに何をしに来た。お前をぶっ飛ばしにだ。同じだ。兄の使命を果たしに。失望したよ。お前の好きにさせねえ。俺はお前の暴走を止める。七武海に革命軍、そして最悪の世代。ガン首揃えて俺の邪魔をしに来やがって。お前たちの送り出す武器が世界中の戦争を助長している。俺はそれを止めに来た。俺を止める？お前たちにそれができるのか？できる。そのためにここに来た。みんな、いっぺんに行くぞ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィング。そりゃ準備はできてるぜ。刀がうずけ。三刀流奥義、一大三千大戦世界。ミラージュ。冷静さをかけた命を落とすと思え。ルーム、シャンブルズ。強そうだな。
でも竜槍剣、竜の勇気、竜のすなき、俺が、ギャップフォース、ゴムゴムのテオバズーカ、16発の聖なる教団ゴッドスレッド。きっちり型をつけるとするか。まずは飯だ。バリ、助かった。おいお前、おろしちまうぞ。腹ごしらえだ。助かるわ、サンジ君。いやいや、男として当然です。舐めないでね。こう見えてミラージュ。消えろ。勝負は勝つか死ぬか。よいしょ、いいと。反撃に出るぞ。ぶっ飛ばしてやる。ギャップフォース、ゴムゴムのテオバズーカ。ルフィ、お前が決めろ。行け、麦わら屋。おう、待ってろ、ドフラミンゴ。必要な力なら残らず手にするわ。スーパーパワーアップ。俺の頭上に立つとは気分が悪い。ここに来るまでにいろんな奴を見た。この国じゃ誰も笑ってなかったぞ。トラオもレベッカも俺がいる限り自由になれねえんだ。俺はそれが許せねえ。16発の聖なる教団ゴッドスレッド。キングコングか。
任せてちょうだい。あらよかったじゃない。少しは強くなれたかしら。お、腕が鳴るな。任せとけ。よし、宴だ。レディーにはこの特別な一皿だ。メモリアでの冒険も終わりね。みんなに本当のこと話さなきゃ。ありがとう、ルーシー。どんなに危険でも仲間のことを優先する。お前は相変わらずだな、ルフィ。ルフィには手役だろうが、よろしく頼むよ。おう、任せとけ。やっぱりエースと似たようなこと言ってやがる。ルフィはあなたと会うのは久しぶりよね。それでも命を懸けて血を流して助けてる。何の話だ。あなたはどう？ルフィのために命を懸けるの？あいつのためじゃねえ。だがつまらない借りを作ったからな。こいつは早く叩き返したいとは思っている。つまり助けるっていうことね。
これで俺たちの力も全部戻った。ワフルドに帰ってまた海に出るぞ。ああ、そうだな。さあ、次の島に向かうわよ。いつでも出航できる。ワフルドに戻ったらアディオのやつも呼んで宴だ。よほほほほ。では宴の音楽は私が。みんな聞いて、私謝らないといけないことがあるわ。あの日、私がワフルドでみんなの力を奪ったのはわざとなの。偶然でも何でもない。どういうことだ、リム。おめえ、敵だったっていうことか。敵じゃない、みんなの力を借りるためだったの。ごめんなさい。私はどうしてもアディオの願いを叶えたかったの。アディオの願い？私たちの力を奪って何をしたかったの？アディオの代わりに島の巨像を倒してほしかったの。そしてみんなが巨像を倒してくれたことで、アディオの目的は半分達成されたわ。でもそのためにみんなには辛い冒険をさせてしまったわ。本当にごめんなさい。よくわかんねえけど、言ってくれてありがとな。力は全部取り戻したんだ。気にすんな。ありがとう、ルフィ。みんな、ワフルドに戻ったらあとは私が頑張る番。みんなとの冒険で何をすべきか分かったの。どういうことだ。なんかまだ問題があんのか。言えよ、水くせえな。さっき言った通り、残り半分のこと、私アディオを止める。アディオの一族は大昔にこのワフルドで暮らしていた一族なの。ワフルドで？でもワフルドは、まずワフルドのことを話すわ。今から200年ほど前、ワフルドは空に浮いていたの。空にあった島がどうして正解に落ちたんだ。大昔の戦争で島は正解に落ちたの。戦争？空の上で？200年前、この島は謎の軍隊に襲われた。
島を守る戦士たちは強く、襲ってきた敵を追い返したわ。戦士たちは敵の正体を知るために追っていった。でも敵の別の軍隊が戦士のいない島に押し入り、シャボンを壊して住民ごと島を正解に落としたの。ひでえ話だな。島の外に敵を追っていった戦士たちは帰る場所を失ったわ。その戦士たちの末裔がアディオなのね。そう、彼らはずっと正解で落ちた故郷を探していたの。そしてアディオは見つけたのね、自分の祖先の故郷を。でも嵐を越えてワフルドにたどり着けたのはアディオ一人だったの。これを見て。アディオの手配書じゃねえか。懸賞金